アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。このゲームはですね、宇宙を舞台にした本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。はい。宇宙なんかに興味がなくても全く問題ございません。もうそんなことで,ですね。頭を使いまくるゲームがお好きな方。めちゃめちゃ満足できるゲームですので、ぜひご参加お待ちしております。私、32銀河にいます。はい。はい。 さあ、えー、ではですね、今回はですね、今、えー、現在、絶賛開催中のイベント、これですね、銀河英雄伝説コラボですね。はいで、こちらのですね、毎日やっときたいことプラス、いつもの毎日シリーズをやろうと思っています。あのミッション見ていただいたら分かりますね。はい何もしておりません。 はいでちょっとね、初心者さんの方が分かりやすいように、えー、っとですね、インタースペース、脱退しました。はい、インタースペース、今、入っておりません。なので、初心者の方、皆さん、あのー、同じ条件下です、ほぼね。はい、えー、これでも、あの今回のイベント、いろいろクリアできますので、えー、楽しくやっていきましょう。はいで、あの自分がいつも出します、毎日シリーズなんですけどね、あのあまず、はい説明しますね。 この画面のアイテムマークはもうこの銀河画面、惑星画面のたびに回しましょう、はい。でですね、ログインしますとこんな感じですね。はい。ちょっと初心者さん向けになるかもしれないですね。あの、普通の動画で出しますけど、はい。<laughs> 今、スタミナマックスですよね。はい。これ減らしたいんですよ。でも CP もマックスなあ、マックスちゃうし。なんで これちょっと、あの、多分 VIP 出してましたね、自分。はい。まあいいや。はい。なんで、まず CP 減らしたいんですね。いろいろあります。これもいろいろあるんです。はい。今、いろいろこう見て回ってますけど、これ解説動画のために回してます。えー、この時間さえ自分は与えません。はい。で、まず AP を減らし、えー、デイリーミッションの、えー、っとですね、海賊5発。あれを行きたいんですね。 はい、そして宇宙画面に行きましょう。サーバーがちょっと今、えー、仮装を回してます。もう先に済まそうと思いましてね。はいで、このですね、今、このイベント、はい、こいつ叩いても、デイリーミッションには入りません。はいでも、こいつ叩きますと、これが美味しいんですよ。あのー、これ、はいえーと、イベント次元エネルギー、イベント連盟外界が出せる。はい これね、どんどん出して稼いだらいいと思いますよ。はいで、自分の場合はですね。この創作作戦。これ1週間に1辺ですね。はい、合計4週あるんで4回来るわけです。で、これはですね、えー、本気出したら30。 うーん20分かからないかもしれないです。はい、そんな方法あるんです。はい、そんな方法あるんで、自分の動画見直してください。いろいろお伝えしてます。どうやったらそんな簡単にすぐにクリアできるのか、方法あります、はいで。これも終わってるんで、もうこれ自分はいいや。ね、でスタミナ AP 減らしたいので、はい、この画面にしてですね、まあ、とにかく5発。 で5発だけなら AP がちょっと残るんで、えー、ともうこれ全部、あのー、あれです、あのー、皇軍英雄で言ってます。はい。皇軍英雄使う以外の選択が自分にはありません。はい。 だって早,い早く終わりたいじゃないですか。特にお忙しい方、もうね、とっとと終わらしてしまいたいんでね、こんなものね。はい。なので、ちょっとでも早く終わる方法をやってます。効果的な方法というよりも、早く終わらして、えー、短時間で必要最低限をもう稼いじゃう。で、これなんでこんな何発も打ってね、5発でいいんじゃないか。そうです。5発で別にいいんです。 はい、5発でいいんですけど、ちょっとスタミナ減らしたいんで、近くにいてる場合は、もう叩いてしまってもいいんじゃないのっていう感じで、えー、スタミナを減らすために今、叩いてます。お分かりですかねはい、別にここまで叩く必要はございません。はい、えー。スタミナを減らしたい。それだけです。まあまあ、そこそこ減りましたね、スタミナね。スタミナそこそこ、ちょっと待ってくださいよ。えー、あらはい。 えーっとですね、今、サブ赤ちゃんを亀裂回してる。切れちゃうわ。仮、え、想、ー、も3箇所だけね、回してますんで、えー、今なや、はい、まあまあいいでしょう。えー、ちょっとぐらいの被害別にいいです。はい、出だしました。これ、まあまあそこそこ減りましたね。まあまあせっかくなんで、ちょっとこの近くも叩いておきましょうか。もうね、もうこの近くにいてるやつはもう叩いておきましょう。十、五5二、五55、低いな。60ないのはちと痛いですけど、はい。 どうせなら60叩いてたくさんあの報酬もらった方がもう絶対お得です。もう絶対。はい。もう絶対です。これ60か。はい。帰ってきてない。はい。ね。で、もう本来こんなにたくさん叩く必要ないんですよ。はい。もうあのついでなんで叩きます。はい。もうこれでやめておきます。はい。で、これで、デイリーミッション。次。ね。あの、いや、とか、まあこれスタミナ減らしました。次に皆さん時間かかるのがこれです。はい。あら。 どれか減ってますね。この減って最終です。で、最終はメタルが一番時間早いです。同じ2万でも。えっ、ー、と、メタルと暗黒物質、ああメタルとウム、暗黒物質3種類ありますけど、あのー、このランはい。えっ、ー、と、これでね、メタル19万8000円取れますよね。2万稼いで終わりなんで、これあくまでデイリーミッションですよ。はい。デイリーミッション、毎日シリーズですからね。もうポインと。もう出しときゃいいと。はい。で、そこそこ、えー、っと、 叩きましたよねで叩いたら次はもう何より CP を減らしたいんです。はいで CP 減らしたいう、ね、に自分の場合はラムダがまだマックス乾燥してないんでラムダ。はいでタウンも乾燥してないんでこれ。はい、えーえー、特産品がなくなりましたね。お前が。はいでえー、もう早く CP をとにかく減らしたいのではい、えー、4発ですね。あ しまった。ベータ出さませた。はい。で、これで300クリスタルはジもいってます。ドーン。はい。はい、これでやっとけと。はい。さあ、次々いきますよ。はい。で、これで次が交易です。はい。もう3回。これで終わりです。けど、まあ、この画面だけやっといたらいいんじゃないっていうところですね。あと残りありますけど、これも後です。忙しい方はね、もう後でいいと思います。で、修理何かないな。はい。で、これですね。加工。加工やっときゃいいと。もう、はい。加工やっときゃいいでしょう。それで次がこれや。 はい、ヒルデガルドに変えて、要は、あのー、貢献度アップ英雄に変えて、連盟研究を20回かなんかやったらクリアですよね、これ、ミッションね。はい、クリア。で、それとおさ、おまけで、えー、連盟の寄付。はい、この寄付、1.5倍か。はい、自分はもう、トニウムしか入れません。トニウムがどんどん溜まるんで、で、えっとね、なんぼ入れれば、この、ここが1万、1万以上いかないんでね、はい、ここは計算して出してください。はい。 はい、自分も計算してるんで、もうチャット行ってます。で、それで、サーバーカミッションに行きますね。これだ。おっと、よかった。3つ出してました。はい。で、この連盟調査ですね。調査か探査か、もうどっちでも似てるんで。はい。で、これでやっぱ難しいですよね。難しいよいと、こう。はい。で、エイバー。はい。で、それと難しい、こう、1時間ありますね。これ、はい。で、うち、あ、SQ もおらん。はい。 この人、ポンと、ほら、まあ、無体感乗ってくるでしょう。で、それと、もう一つありますね。もう一つ、どれや、普通、あ、これ、あと8秒。あ、もうこれ出しとけ。えー、これ出しとけ。8秒、8秒、8秒。はい、危ないはい、出せた。はい。いきます。あい,いし、った。間に合った。はい、間に合いました。ギリギリ。はい、これでオッケーですね。で、ヒルデガルドの出番終わったんで、アンネローズに変えときます。はい、これもね、わからない方、あのー、 えっと、あれください。あのコメントください。それからディスコードのサーバーに、えー、入ってください。はい。で、えー、あと35日、12日。はい、大丈夫ですね。で、今は国力イベントじゃなかったはずなんで、アーティは触りません。アーティをレベル上げるときは国力イベントにしましょう。ポイントつきますんでね。はい。普段やってもポイントもったいないんで、自分はやりません。はい。で、えー、はい。 ねでこれで緑コアでいいんです。今もう建設することないんでね、もうこれ青コアでいい、えー、青コアじゃなくて、両方緑コアでいいです。これもわからない方は質問、コメントください。はい、これで5個終わりましたね。あとなんだあと何をしやなあかんあ、ええー、と何あ、船作れか。はい、船何作ろうはい、クルーザーでも作っときましょう。はい、はいもう全然、えー、マックス作ってません。はい、あとなんだえー、っと、ここの画面では、ちょっと 連続ででの久しぶりなんですいませんね、忘れてしまった。はよ、いはい、せいですね。はよ、い、せい。はい、こいつ。で、いいや、もう。1、2、3。はい。で、多分もう最終3万6000終わりましたね。はい、最終終わったんで、もう帰ってこいです。はい、帰ってこい。はい。えー、これであと何が足らんえー、資源最終やったでしょう。えー、あ、スカウトやってない。スカウトやってない。 スカウト、思いっきり忘れてません。はい、はい、スカウト、あこ、そうか。ちょうど今、建設中なんで見えなかったんですね。はい、スカウト3回回して終わりですけど、DNA が来たらね、あのデイリーミッション、カウントされませんからね、はい、気をつけましょう。はい、これ、1カウントで、えー、委員会にも掘り込んだ。はい、で、えー、マゼランとギャラクシーは自分も最終日に行きます。はい、今、もうせえてやりたくない。はい、はい、おじさん、ありがとう。はい、もう DNA 来るなよ、今日は。はい。 で、3回。はい。これで、フッパンタ2つクリアですね。えー、スカウト3回と、あ、おじさん。はい。ありがとう。はい。アクセル。はい。と、それと、委員会に1人入れたんで、OK。これ11でしょ。あとなんや。あとなんや。研究と連盟員と仮装か。仮装行きますか。連盟員ない。あと38分で、あれ始まる。はい。で、あ、これあとでいい。はい。えー、で、ワープゲートで、まず仮装行きましょう。はい。 はい、仮装行きましょう。はい。えー、っと、みんな600以内。まあいいか、行きましょう。はい。39銀河の方です。お願いします。はい。いきます。はい。その間にサブ赤は、えー、イベントの、あれしないと。はい。イベントのどっちや。イベントの、えー、亀裂、回します。はい。サブ赤ちゃんね。サブ赤ちゃん、回しときます。サブ赤ちゃん、何やったっけな。 相手さんミーナ、これは相手さんミサイルですね。はい、モレック、バラバラサ、DNT、アマテラス。はい、ミサイル。フレイヤ、これ。あ、違うわ。はい。で、次、ね、フレイヤ、強靭、強靭対策、自分してないんで、まあ、別に負けても2勝1敗なんで、えー、気にせず、OK っていう感じですね。はい。で、どこ回そうかな。はい。えー、どこ回そうと思ってないけなはい。あ、これや。 えー、どう出たかなちょっとね、回すのちょっと考えないとダメなんですよね。はい、すいません、ボソボソと。はい、はい、次行きましょう。はい。あーっと10分経ちました。はい。はい、10分経ちました。すいません。10分経ちましたんで、えー、っとですね、ちょっとすいません。 はい、わかりやすくするためにすみませんね。はい、えー、YouTube をご覧の皆様、ここまでです。はい、も YouTube はね、触りなんで、もうこれ以上やりません。この続きは Twitch で、えー、出してます。出します。 はい、出しますんでね、ツイッチの方を是非ご覧ください右下のネコマークを押していただいてチャンネル登録をお願いします。でグッドボタン、あのね、本当に日本人グッドボタン押さない。グッドボタンを押してください。お願いします。はい、いお願いしますね、もうこれはもう本当にお願いします。はい、切実なる悩みあのお願いです。お願いしますでインスタ、ツイッター、はい、フォローしてください。Twitch、えー、飛んでいただいて、概要欄にリンク貼ってますんで、飛んでいただいてチャンネル登録をしてご覧ください。 お得な情報出してます。はい、YouTube は触り、Twitch はそれについてちょっと踏み込む、でプラス概要欄出してます、えー、自分のさ、えー、と Discord の ID、はい、ここに友達、フレンド申請送ってください。 はい、で、そこでですね、自分が立ち上げてます、ラブキャットサーバーへのご招待をいたします。はい、もう招待は変えてるんですけどね、はい、で、そこでもうさらに踏み込んだ、えー、戦闘ノウハウとかいろいろマル秘情報をお伝えしております。ちょっとです、前回の動画でもお伝えしましたが、もう個人さん相手に返事する時間がなくなってきてますんで、ちょっと無理になってきてるんです。なので、そちらでご協力をお願いいたします。チャンネル登録忘れずお願いいしますねはい 今回の YouTube の動画は以上でございます。えー、引き続き Twitch の方の URL 飛んでいただいて、ぜひご覧ください。皆様、ご視聴ありがとうございました。